はい、こんにちは。札幌占い美容師の山口元です。今回はメンズです。メンズのパーマを1時間半でカットパーマでやっていきたいと思います。でこちらの、ミディアムのスタイル、マッシュ系のミディアムのスタイルを、ちょっと束感が欲しいということで、1時間半でやっていきたいと思います。で、束感が欲しいのでちょっと、スクラッチカットとか入れて束感を作っていきます。あと中ちょっと2ブロックにしたいということなんで、カットはまあサクッとかなって感じですかね。はい。で今日はドライングパーマで、履歴の状態なんですけど、ビフォアがこちらでちょっと回します。はい、ビフォアはこの状態になりまして、蓄毛矯正と毛先がブリーチしてて黒染めしてる状態です。ブリーチの履歴っていうのは大体半年前ぐらいのこの毛先のところがブリーチの履歴があって、あと矯正でストレートにしている状態をパーマをかけていきたいと思います。今もともとのブロックが既に入ってますので、結構上まで入っちゃってるので、まあ、そのブロックに合わせます。前回のブロックが結構、今日はあまり上まで上げないにしようと思ったんですけど、ここまで入っちゃってる状態なんで、まあ、この状態からやっていきます。大体まあ10分ぐらいでカットします。ペンシルで、ちょっとふんわりしてパーマをかけていきたいので、ペンシルシザーを入れていきます。これはバイアス状に入れていきますね。バイアス状に入れていきます。でバングはちょっと重い方が似合いそうなんで、バングはちょっと多めにします。あんまりすかないようにして、バングはちょっと、重めでいこうかなと思います。あとスクラッチカットのポイントとしては、はい、パーマ液なんですけれども、ムササビトリートメントの方を 5% 入れております。はい、でこれで溶剤をちょっと作った感じですね。はい、でロットはまあ通常の普通のロットです。はい、今中間水洗して、戻ってきました。でここからドライングパーマって何かっていうと、別名拡張パーマっていう意味なんですね。なので通常のあのパーマのウェーブって、どっちかっていうとなんかこうパーマっぽい感じなん、パーマっぽいこうなんかうねりになっちゃうので、それをコテで巻いたような感じに変えていくっていうのがドライングパーマなんですね。でちょっとこれでやってみましょう。これができると何が違うかっていうと、前髪パーマとかかけても絶対失敗しないです。で、今日メンズなんですけど、あのミセスの方とか、まあ、ショートの女性の方でもいいんですけど、あの薬剤設定間違わなければ絶対失敗しない方法というか、あのパーマはやっても大丈夫、綺麗にかかるよって感じですかね。かかりすぎとかない。で、あとゴム跡ついて、なんかパーマってどうしてもゴム跡ついて、ピンしてもやっぱなんかちょっと不自然な感じになるので、そういうのを変えていくっていう方法になります。ニゼルのスイングムーブベールをドライヤーでつけていくと結構メンズでも使えるので、ちょっと匂いは女性っぽいんですけど、僕はありかなと思います。あえて、あと余計な音しないって感じですかね。これでやると束感、手で束感をこう皆さん作ってますけど、
カットでタバコ感出してるので、あとドライヤーの風とあのスイングムーベルでもうできちゃう。ちょっと取ります。